はい。お疲れ様です。あ、お疲れ様です。すいません。はい、じゃあ今日ちょっと片付けに来ました。片付け。はい。何人か連れてきたんでちょっと。片付けってどういうことですか。その片付けに来ました。なんか遊ぶみたいな。あ、違う違う。普通に部屋を片付けに。お邪魔します。あ、こんにちは。こんにちは。遊びに来たとかじゃない。どうもお邪魔します。すごい。大丈夫。すごい。いや多い。はい。なんかおばあちゃんちだ。おばあちゃん。ベニヤの調子で。じゃあなんて。ベニヤの。ちょっと一人ずつ喋らない。多い。多いかな。一緒に喋った時何も聞こえてないんで、そのオレンジレンジが以外。でも本当片付け台がありますね。うん、ね、いや結構綺麗。でも綺麗です、すごい。そうですね。今日も気になるわけ、ね。気になる細かいとことか、うん、あ、そういうことですか。うん、はい、あ、すみません。もうゆっくりしててもらって大丈夫なんで。あ、本当ですか。勝手にやっとく。はい、そんな嬉しいですけどね。でも見たくて細かいとことかやってくれる。なんか可愛いね。パチパチ。パチパチ。こっち化ける。そうだね、こんな人は、ね、いや、そんな手分けするほど人ないねん。悲しいけど本の人本いや、本詳しい。あ、本好きな人たちが本好きな人本片付けの上手い人とかじゃなくて、あ、じゃあ調味料系は誰。あ、調味料系行きたいな、ちょっと狙ってたんだよね。狙ってた、そんな魅力的だ。嬉しいですけど。冷蔵庫とかやった。冷蔵庫はずいな、見られるの。え、でもそういうとこも片付けないと。やっぱ賞味期限とか ね、ちゃんと一個ずつチェックして。いや、はずいっすね。え、すみません、お茶とかありますか。いや、がみついな。いや、確かに。確かに。いや、こんな人数分はないです。すいません。本当だ、全然ない。なんか飲めるものがない。あ、なくなっちゃう。あ、これちょっとラーメンのスープ作ってて、すごい、入れてたやつを。お酒あるやん、うん、お酒もあるよ、結構。いや、手分けせえやん。全員一人お酒。あの、大家さんだ。あ、大家さん、あ、大家さんね。好きなんですか。いや、好きとかじゃないですよ。好きとかじゃないですよ。かわいい。かわいい。かわいい。エロい、エロい。エロい。持ってくればよかった。うちらもあったよね。持ってくればよかった。手分けせえ。手分けせえ。こんなゾロゾロ言うわけない。思い出で、思い出に。思い出になるけど、懐かしいとかなるけどな。ねえ、見て。なんやねん。あ、すごい。めっちゃ付箋ついた。勉強なるな。1ページに2付箋はいらない。これ何ですか。これ何ですか。これネムシです。これ虹色クワガタ。見て、これも付箋してるわ。すごい気に入ってる。誰かの女のネイルの爪が入ってる。あ、本当だ、ネイル入ってないわ。ほら、今ミラーネイルあるもんね。そういうネイル入れるか、剥がして入れる。女のネイル育ててる。怖すぎだよ、女のネイル育ててるってね。フレーズ、女のネイル育ててるって初めて聞いた。すごいお肉、あ、本当だ、すごい。これ本当に鳥。あ、それで本当に鳥ですか。え、これ鳥、おしんこ冷凍庫に入れてんの。やば。これだ、意外と賞味期限短いから。どっち先。おい、人骨なわけねえだろ。病気的殺害者。さっき女の爪があったから。あ、女の、女の足でスープ取れる。病気的なやつちゃうから。そう、女のもめっちゃちゃう。象徴もあるんですけど。いや、象徴もあるよ、お前。本当だ。しかも賞味期限あるじゃん、象徴も。女性殺害して、お前、入れたら。全部繋がっちゃってる。繋がってる。この付箋関係あります？あ、これね。めちゃくちゃ。確かに俺も怖なった。付箋多い。この柱が好きな柱に付箋してる。これ何ですか？
あ、これはあのソーセージを作る。日本じゃの。日本なの。つながってないから。人肉のソーセージ作られた。なんか食べようとしてるんですね。アイス食べたくあん。じゃあアイスちゃうの。じゃあ凍ったたくあんや。あ、食べていいですか。ちょっと一個食べようよ。食べよう。そうつまみで。食べよう。俺ショットグラス持ってきたやつ。ショットグラス持ってるやつ。ええわもう。柿の種丸で。ええねん勝手に宴会せんで。なあ、宴会すんの。うるさいな、おい。もう帰れや、早く。帰れ。帰れ帰れ帰れ。何もしてへんんだ。やばいな。違う。やばい。どういうこと？象徴だ。象徴何個？象徴に顔が出て入ってる。ヘビや。ヘビや。マムシや。でも飲んだことないよね。ある？ない。なんで酒飲む？いただきます。いや、ええねん、そこ以前にもっと言うことあるだろ。そこちゃんとさ、もう遅いんや。変なとこいっぱいあったから。どう？疲労回復。疲労回復。ええねん、そのコーナー言わんの。